サムスン電子サムスンギャラクシーサムスンギャラクシー S6 サムスンギャラクシー S6 ギャラクシー S6H ギャラクシー S6H はサムスン電子によって開発されたアンドロイドスマートフォンである2015年3月1日に発表4月10日に世界20カ国で発売されたギャラクシー S5 の後継機種であるが原点回帰のためゼロから開発を見直した ギャラクシー s 6エッジ、ギャラクシー s 6エッジは、ギャラクシーノートエッジでも採用された曲面ディスプレイを左右の側面に採用している。背面にもゴリラグラス4を採用し、ガラスの間に挟まれている変更フィルムにより、光の当たり具合によって見え方が変わる。また、従来のギャラクシーシリーズとは異なり、バッテリーの取り外し、 交換はできず、マイクロ SD カードスロットも搭載されていない。ワイヤレス充電規格の地位及びパワーマターズ、アライアンスに対応している。日本では、Galaxy S6 と Galaxy s 6ジが発売された。Galaxy s 6エッジは日本未発売である。サムスン電子ジャパンは4月8日、都内で Galaxy World Tour 2015東京を開催し、 ギャラクシー S6 とその派生モデルで曲面ディスプレイを搭載するギャラクシー S6H を国内で初めて披露した。また、NTT ドコモ代表取締役副社長の吉沢和弘と KDDI 代表取締役社長の田中隆からビデオメッセージが寄せられた。ファッションショーも行われ、加井美和子、飯田真理恵、尾崎美紀、志田智美らが登場した。 ありがとうございます。